ロメルソミル・キオト・ロビンソンは、ホンジュラス・コロン県、バルファテ出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、モントリオール・インパクト所属。ポジションは FW。2009年に、国内リーグの CDS ・ b がで、プロデビュー。すぐさま中心選手となり、2011から12、シーズンには、ローン遺跡で、ビスはクラクフでプレー。2014年1月に、 国内リーグの競合 CD オリンピアに移籍。2014から15シーズンには17ゴールを決めるなど、エースとして君臨。リーグ戦や国内カップ戦優勝を経験した。2016年12月23日、メジャーリーグサッカーのヒューストンダイナモと契約。2017年3月4日のシアトルサウンダース戦で MLS 初出場初ゴールを決め、加入後も、 攻撃陣の中心選手として活躍。2019年11月20日、ビクトル・カブレラとのトレードで、モントリオール・インパクトに移籍。2020年2月20日のコンカカーフ、チャンピオンズリーググループリーグのデポルティーボ・サプリサ戦で、移籍後初ゴールを決めた。2012年3月1日のエクアドル戦で、ホンジュラス代表デビュー。同年のロンドンオリンピック出場計をかけて、地区予選で、 U-23 代表でもプレーリオデジャネイロオリンピックでは4位に輝いた。コンカカーフゴールドカップには2015年、2017年、2019年大会に出場。一方で 2014FIFA ワールドカップは招集外で終了。2018FIFA ワールドカップも北、中米カリブ海予選の最終予選の2017年10月7日の コスタリカ戦での通恨の引き分けがこらえ、最終予選は4位で終了。オーストラリアとの大陸間プレイオフにも敗れ、悲願はならなかった。ありがとうございます。